はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はもうキャンペーンも少しだけになりました。ソフチューブのキャンペーンで駆け込みでゲットしましたバスプロセッサー、これをお話ししたいと思います。このバスプロセッサーはそうはいえどもそんなに安くもありません。通常価格は 18,920 円ですが、今 11,300 円というのになっていまして、確か8月いっぱいのキャンペーンだったと思います。このバスプロセッサーというのは分類としてはコンプレッサーで、その中でもどちらかといえばメインバスやトラックをまとめたバスチャンネルなどに向いているグルーコンプレッサーと言われるような部類のコンプレッサーです。グルーというのは名前の通り接着剤とかノリとかいうふうに言われますが、最近アナログの音がとても気に入られるような流れになってきていますので、何とも言えない自然に馴染ませるというようなコンプレッサーがとても脚光を浴びています。これはコンプレッサーだけではなくってサーチュレーションもありますし、幅ですね、ワイド、そしてモノベース、いわゆる低域はモノラルにするというような機能であったり、エアーというような何とも言えない空気感を出すためのツールが画面の下の方にあります。そしてコンプレッサーとしてのリリースがオートリリースもありまして、そのオートリリースがテンポシンクというのがあるわけです。この真ん中あたりの DAW というボタンを押すと、上が今はミリセカントになっているんですが、これを押すと4分の1とか2分の1とか音符の長さで出てくるようになります。これは案外便利です。例えばベースがドン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 四分音符で入っているような時とか、そういうタイミングがあって四分音符もしくは8分音符、そういうのでリリースをさせるというのがとても使い勝手が本当によくできたプロセッサーといえる十分な機能を持ち合わせているように思います。じゃあこれを入れていきますが、まずはプリセットで音を聞いていただきましょう。プッシュフォワードというのをやってみます。聞いてみます。バイパスから、入れます。明瞭感半端ないですね。とってもいい感じがします。じゃあこれを一つ一つ見ていきましょう。まずはコンプレッサーはウェット 100% ドライが0ということですね。このようになっています。ここから下はサイドチェーンです。サイドチェーンを他のトラックとやる場合、それはこの下のボタンを押して上側のサイドチェーンで他のところとやればいいんですが、今回はサイドチェーンのところは省きます。では次は真ん中のコンプレッサーのところです。ここで今はマイナス19ぐらいのスレッショルドになっています。ちょっとこの辺の調整をリダクションメーターを見ながらやってみましょう。マスターにかけるのであまり速くしすぎないようにして、潰しすぎないようにします。リリースはオートにしてみます。はい、デシオももう少し下げます。2も少しソフトに、そして今度は下のセクションです。もう少しワイド感を出します。
モノは今160になっていますけれども、もう少し下げます。はい、エア感オフからフルまで動かしてみましょう。はい、ちょっと曇りました。フルにします。さりげないですけれども、とってもいいですね。はい、今度はメイクアップゲインを確認します。音があまり大きさが変わっていないかチェックします。ちょっと下げます。もうちょっと上げてもいいですね。じゃあサチュレーションかけていきます。トーンシフトを触ります。ちょっと濁りがありますので、あまりかけないようにします。はい、これでバイパスしてみます。明瞭感半端ないですね。今どれぐらいのラウドネスか、ちょっと確認をしてみましょう。ショートタームで11ぐらいです。アウトプットもうちょっと落とします。はい、これでちょうどいいぐらいですね。ワイドを広げたのでコーレーションメーターも見てみます。はい、ちょっと広げすぎですね。ワイドを落とします。もう一度バイパス。入れます。
んな感じのバスプロセッサー。とっても音が良くってツヤ感が出てきます。もちろんツヤを出すのにはこれだけではなくってテープとかを入れることによってかなり変わってきます。ちょっとテープを入れてみましょう。これもソフチューブのテープです。聞いてみましょう。いい感じになりますね。ここで最後にマキシマイダーでついてみましょう。3デシほどつきます。もう少しベース上げます。はい、マスターバイパスします。入れます。こんな感じで今日の本題のバスプロセッサー、これはですね、僕の感覚ではですね、ツヤを出すのにはとってもよくって、音と音との馴染みというのが素晴らしいと思いました。先日からお話ししてたキャンペーンのものはですね、かなり値段も手頃でしたけれども、これは約1万円の前半ということでですね、そう簡単に購入するというのにはなかなか高価なものですけれども、ソフチューブが長年にわたって皆さんからの要望が多かったのにもかかわらず、グルコンプというのには手をつけてなかったらしいです。そして最近になってやっとの思いで作っただけあってですね、とってもよくできたソフトになっています。ソフチューブの最近のソフトのいいところはですね、アウトとインがとっても見やすいんです。このように左右にメーターを置けまして、そしてインとアウトをゲインマッチングさせることが簡単になっています。このセットというボタンなんですね。これがもう素晴らしいから、僕もちょっと思い切って購入したんです。はい、ちょっとゲイン上がってますよね。これセット押します。はい、これでマッチングしてくれたわけです。メーターもとっても見やすいですよね。これとっても操作するのには楽です。今日はソフチューブの素晴らしい新商品、バスプロセッサー、これをお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。